はい、ハロフジと申します。今回もゾロピコ5やっていきたいと思います。前回まあ確かクーデターが起きて、それをね、私の秘密の友人がもっと我々と交易をしたがっています。船を追加してやりましょう。あ、はいはいはい、前はクーデターが起きたのを鎮圧してってところの続きだね。ちょっと待って、今何個あんのこれ。止めよ。港を新設する、技術を研究する、改良した農園と、で独立を宣言すると。独立を宣言するには支持率が 50% いるんで、まあ今 32% なんで、まあ物理的にできないということだね。で港だね。なるほど。待って、港一つにつき1隻の交易船を所有することができるということなんで、回数が増やせるのかな。どこに置こう、逆か。別にこうでもいいんだよね。でもなんか、まあいいか、これで。ここでいいんじゃないの。難しいのか。おかしくね、この道。ちょっとここで作っといて、こうだな。で、これはなんだ？運送業者か。で、技術の研究は、今やってるんだよな。で、改良した農園は、だってやんだ？改良ね。これか？そうだな、わかんないな。まあ別にしなくてもいいか。まあ、まずはこの国を発展。喜ばしい知らせです。我々はようやく帝国から送られてきたマスケット銃の使い方を理解しました。要は引き金を引くだけだったのでありますが、その際に銃口を覗き込んではいけないということになかなか気づくことができませんでした。おかげで優秀な人材を数多く失いましたよ。おい、ペネルティーも何それ、銃口を覗き込んではいけないってね。もう誰か気づこうぜ。これが俺だね、サビエル・フルツチで。兄弟的な、この植民地は近隣のプエルトココやイスラロホに比べると帝国への貢献度が低く、陛下はそのことに対して、税金払うよ。分かって、またかよ。もう一人いるんだけどな。どこにいた、消えたな。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。じゃあ革命派を島に呼ぼう。あ、いたいた、こどっちかだ。この気持ち悪い。プレジデント、私は震えています。あなたも、いえ、みんなが震えています。このペネルティーモの言い方面白いな。どうやら島では小規模な地震が発生している模様ですと。めっちゃでかいんですけどね。でっかいな。地震が収まりました。なんとか生き延びたようですな。私は自分のこれまでの人生や歩んできた道をもう一度振り返りたい気分になりました。あくまで気分だけですがね。被害の状況はこのようになっております。おい、ペネルティーも弱くないじゃん。全然弱くないじゃん。死亡した住民4名、損傷した施設が2個、全壊した施設が3つ、簡易住宅に図書館、農園。くそ、農園が復興に入りましょうか。こんな国でね、ちょっとでも大きい地震が起きたら一発で終わるよな。元トウモロコシだったもんね。ここら辺だったよな。で、直さないといけないんじゃね？勝手に直してくれるっけ？違うな、もう壊れてるんだ。再建設は5000。すべて再建しろ。修復をしろ。これでまあ被害はなんとかね、抑えられましたね。いただいには建物の建設以外にも利用価値があることが分かりました。
この板で平均して7回ほど叩くとバカが治るというものです。これは近い将来偉大なる発見として科学誌に掲載されるでしょう。お前を叩いてやろうか。またそれか。農園復活、図書館がまだか。シャベルと憲法、よし、これで復興は終わったね。で、なんか木の話しとったな。伐採キャンプはあるよね。これじゃなかったっけ、うん、だこれを木に変える。あ、これだ、製材所を作んないといけないんだ。ここでいいか。いや、地震怖いな。港いるニコも。うちそんな輸出しないぜ。お、7700。我々の研究チーム、すなわち私のことですが、がシャベルを発見しました。置きっぱなしにした犯人を突き止めたら、そいつは処刑してやります。とにかく発見したシャベルは鉱山労働者に渡しておきました。ご苦労。鉱山なんてあったっけ。まあないけど、ご苦労。え、ないじゃん。でお役所手続きでもやるか。お、図書館も復興したね。ただ4人死んだもんね、地震で。そこがね、ちょっと誰が死んだかっていうのが重要になってくるな。まあ経済的にも復活しましたし、大丈夫だったね。よし、調査隊を、ん？何のロードでしょうね。なんでもないんだ。調査隊、調査隊あった。探索行ってこい。おー、いけいけ。今クーデターが起きたら漏れなくうちの国は滅ぶね。おー、なんかいる場合があるのかな、原住民的な。そういうのがいる場合があったりするのかな。探索があるってそういうことだよね。我々トロピコを率いる者たちは、この国に暮らす者たちがこの国の法に従い、自由と平和、愛、相互理解、シエスタ、秘密のスイス銀行口座といったトロピコの伝統的価値観を守り続けることを求め、ここにトロピコの最初の憲法を制定するものである。効果は独立への支持が増加します。独立後は、憲法の改正が可能になりますと。まだ使えないんだよね。あと紙か。これで終わりかな。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。革命派を呼べ。帰っていく。もうあったんだね。調査の結果、まあここまでね、建物を作れるようになったっていうのが大きいのかな。このなんていうの、霧がかかってるとか建物がね作れないんで。闇取引に関与する私の友人によれば、この島は見つけるのが大変だそうです。船から見つけやすいように高くて光るようなものを作りましょう。お前の友人、まあいいか。灯台ね。灯台って言ったら何に入んだ。環境でもないよね。軍事か。軍事じゃないか。インフラ、インフラではないよな。灯台、灯台、産業でもない。タワーマンション、アパート、娯楽と環境じゃないか。
あったあった、経済と外交なんだ。これどこでもいいの？これどこに作るの？ここら辺？会場に配置する必要がある。あ、へえ、こんな風に。じゃあここでいいか。灯台が出来上がったようですな。陛下は灯台の管理者に王道派の人間をあてがうことを望んでおられます。ぬぬぬぬ、なんてことだ。いやでも人気欲しいな。人気欲しいよ。王道派をよこせ。よし、人気ね、なくなっちゃうと多分ゲームオーバーになるんじゃないかな。まあしょうがないな。今の支持率っていうか、王道派は27で、革命派が多いね。ただ支持率が低いんでどうしようもないな。これ船入りにくいんだろうな。直線にね入ると若干ぶつかるもんね。まあでも位置分かっていいんじゃないですか。どう出てくんだろう、楽しみだな。お役所手続きというシステムを発明しました。これはあらゆるものを円滑にする大きな可能性を秘めたシステムです。人々は熱狂し、どんどん仕組みを複雑化させていくでしょう。まるでシステムそのものが自ら成長しようとするかのように。危ないよ、危ないよ。はあ、そこ通るんだ、すごいな。ちょっと漁業をもうちょっと増やすかな。砦で作れるね。旧式の歩兵部隊が一体使用可能になる。歩兵部隊を派遣することで島の未周の領域を探検することができると。砦で重要っぽいよね。かっこいいよね。正直あるだけでかっこいいっていう。なんだこれ、鉱山作れるかな。作れないな。何もないもんね。これ床が、床っていうか地形がね、ちゃんとしたとこに作んないといけないもんな。もう一回派遣するか。ここの霧どうやって晴らすの？ここに行けばいいの？無理だよね。ここに行く？よし、もっと奥行こう。で、漁業を増やそうかな。近すぎるとなんかそこら辺の海に魚がいなくなりそうだよね。置けないし。会場に隣接こうか。地形が合わないな。合わないね。ここ無理か。あ、こんな感じか。じゃあ合うかな。ここ、あ、こうだね。でも2個、まあ、とりあえず置いとけばいいか。これ運送業者需要っぽいよね。効果は建造物がその機能どれくらいまでうまくいくか。100だね。影のスーパーヒーローである。彼らの支えがなければ。その橋で何度も指を切りながら我々。紙ね、OK。読ませろよ。支えがなければ島の経済は停滞し、恐怖と混乱と暴力が渦巻く。暗黒の時代が訪れるだろう。トラック運転手たちは最大の敵であるシエスタの誘惑と必死に戦いながら、今日もこの島の道を走り続ける。資源の輸送を行うんだね。おめでとうございます、総督。ついに秘密兵器を使用するための準備が整いました。うん。密輸業者の友人によると、
物を買ってそれを売ることでお金を儲けることができるそうです。 ありがちなやつだね。港4つ4つか、そうだな。じゃあとりあえず今回ここまでにしましょう。次回に続きます。